Thank you.
恐怖の合い引き。今、地球には何千何万という数の UFO が訪れているという。なぜであろう。おそらく彼らは地球人に対して何かを知らせる目的のために大きく働きかけているのではないだろうか。それではもう一度、宇宙人と思われるものからのメッセージの後半を聞いてみることにしよう。私たちはこの不可解な文章の意味をどのように理解し、どのように受け止めればよいのであろうか。我々が同じ友達として付き合えるのは、その心のありたがりだと感じられるのです。金星人はすでに移動しました。もう金星人は危機を感じ、計算し尽くした範囲以外に逃れるためです。衛星を一つ見つけて、そこに移動を開始したのです。我々ももう少し時間を置いて移動するかもしれません。もしこの危機を脱することができるなら、あなた方も宇宙の人々と直接来航ができるようになるでしょう。しかし現実はどんどん最悪の事態にと突っ込んでいっています。ともかく地球人自身の意識、自我中心のわがままの心を変革しなければなりません。でないと我々も危険にさらされることになるからです。人間の肉体はそれ独自では存在しません。心と肉体は一緒にならねばなりません。人々のことや地球のことや宇宙のことを考えてみてください。自分を変えていくことです。
一体誰が地球を汚らしい、薄ぼらしい星にしてしまったのでしょうか。UFO を自分のところに呼べるんじゃないかっていう簡単な気持ちで決めたわけです。試しにやってみようという軽い気持ちで、自分の家の横にですね、立ったんですよ。それでちょうどその時あの月が出てましてですね、その月の山脈に目を向けまして、両手をですね、後ろに組んで気をつける姿勢を持って、こちら地球の狩りや、まあ、応答を願いますということで、送ろうということで、繰り返したわけです。で、9月18日からやりまして、11月の末までやろうということで始めたんです。それで、何回かちょうど10月のですね、27日なんですけれども、それ私の住んでる代表的なやつってのはどんな土営住宅の裏山に小高い山があって、そのところを見ました。ちょうど午後11時近くだったんです。でそこに星が輝いてました、ね、その星の星がという方にですね、なんかこうオレンジ色がかかったのがありましてですね、だけど常にその光線治療っていうことでぐらいの光だったんですけれど、それがちょっとささっとこう右の方に出てきたんですよ。ちょっと詰まりまして、またささっとこう移動するんですね。あれに近いですね。それがまた違うの、アダムスキ型の場合、それからそんなに離れてないところにまだそういう光ったものがですね、これで光り輝いたものがあるとそんなんですよ。初めは人工衛星かなと思ったんですけど、それが左右に行ったり、まだもう一気にまたこう光が現れました。10時があったにまた円の更新が始まった、その円形に飛び回りした。あ、これはあの UFO 来たんだということで確信を深めた。それから僕はまあ5分か10分見てたんですけど、やっぱりこう揺れっかしがどんどん来ますのでね、もう本当に生きた子持ちがしなかったんです。それで波を研修となりましてね、もうどん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 そのシーンが焼けてましてね、もうグズグズしてられませんね。それで停止して逃げましたね。そしてそのうちに時間で言うと1時間くらい上がったんじゃないんですよね。ガーッと頭の上で音がしましたんです。なんだかわからないけど丸いものが飛んできたってね、円盤でしょうね、今考えればね。で芯がよく照ってましたからね、お天道様のあれで反射されてね、とっても眩しかったんです。ピカピカしかって上をこう見飛びましたら、どん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 向こう行って、でその後円盤の方にどん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 行ったんです。というのは私が間違いないにも進行してましたから、もしね神様ならね、救ってくださるのかなっていうこと。そしてしばらく経ってからこう手が出たから、やっぱりこっち行けばいいんだ、どうなってもいいから行こうっていう気持ちになったんですね。大きさはかなり大きいですよ。ですけど楕円形でしたね。まん丸じゃないですね。そうですね、ビルの高さでしたら4階くらいじゃないでしょうか。かなりだから下へ降りるかと思ったんですよね。着ているものはもうね、本当にきちっと肌についてるような格好でしたね。で顔の色が浅黒かったように思うんですけどね、白人ではないなと思いましたね。私は下のこの円盤が小さくなっちゃったんです。そして白い場所に出ましてね、でもうここで安全地帯かも分かんないから、ここで一服しようってみんなで、ね、落ち着いたんです。なんで丸いものがね飛んできたんだろうねと言ったらね、あれは外国人が助けに来たんだよ、神様だよなんてね言いながら話して一夜明かしたんですけどね。
私たちは大昔から君たちの惑星を見守ってきた。我が子よ、ここまで連れてこられて宇宙というものがどのようなものか知識を得たはず。太陽系のどの惑星にも君たちが人間と呼ぶ形をした生き物が存在し、知的にも社会的にも君たち地球人が思いもよらぬほど進歩している。この宇宙と生命について君たちの理解は非常に狭いものなの。しかし君たちの科学も近い将来私たちの宇宙船のようなものを作り出すだろう。だが君たちが宇宙的な大生命を抱いて生きることを学ぶまでは決して私たちの仲間にはならないだろう。地球に存在している歪んだ愛を見なさい。君たちは有色人種や他の宗教を信じる人たちを虐殺している。こんなことを地球人はいつまで繰り返しているのか。このままではいつか世界的規模の大虐殺という最後の日を迎えるである。
ね。